おはようございます。簡単マイコン教室、おっちゃん先生のどりです。月火水は人工知能をテーマに、今は AI スタックちゃん2プラス版を作ってみようということでやっています。で、昨日まででほぼほぼ準備が終わって、あとは本体に書き込みましょうみたいなお話のところのページに来ます。はい、この辺りぐらいからですかね。ちょっと動画を見てみましょうか。戦車は見ないと中身が変わっている現象に悩まされています。大丈夫だったので SD カードを取り出しましょう。スタックちゃんに入れるマイクロ SD カードの作成は終わりです。ようやく M5 スタック本体の話が始まりますよ。こっからですね。これは4月にスイッチサイエンスさんで買った本体の開封動画です。驚きの小ささ。SD カードは本体に入れるんでしょうオーね、プンヒアーって書いてあるところを少し剥がします。SD 中カー身をドスをライド書しいて取り出て。します。取り出しにくいけど取り出します。ちっちゃいよね。中には USB ケーブルも入っていました。USB ケーブルでパソコンにつなげてみましょう。スタックちゃん側はタイプ C、 パソコン側はタイプ A です。はい、私も今同じようにつないでい起動ましました。私よのくわもから起ないメッ動セーしジて、がたくさん出ます。なんかメッセージが出て画ま面をす。タッチすると同サイじバー画の面画が出面てが出ますます。ね。動画を撮り忘れていたけど USB ケーブルを抜きます。スタックちゃん本体にマイクロ SD カードを入れましょう。私は入れて起動しました。電源ボタンを長押ししてオフにします。割と長めです。マイクロ SD カードを挿しましょう。表裏をしっかり確認して。間違うと刺さらないのこので、向きで刺さす。る向きですよね。画面側に金色の接点が見える方向に差いしや、込ん違っでまた。すね。こっちの向きです。逆か。やっぱり最初の向きで合っていまそっす。ちで合ってると思います。カチッって言うまで押し込みます。はい。電源を入れましょう。良い感じです。 M5 バーナーを立ち上げた状態でスタックちゃんをパソコンにつなげます。ここあたりからですね、ちょっと右上に私出るも画面を COM 確なん認としかまのす。番号を覚えておきます。これがどうなってるかですよね。ちょっと一旦画面止めます。ではつなげてみます。こんな風に出ますね。Found Device Mac なので、ちょっと TTY なんとかかんとかっていうので出ます。はい、出ましたね。出たらどうしたらいいんだ。これがだからコムさんとだいぶ違うんですよね、最初マッにクは。M5 バーナーを操作した時と同じように、左上に両目の Go to and タフを選びます。先にダウンロードした AI スタックチャンツープラスを探します。青いバーンのボタンをクリックします。これで押せばいいのか。コンティニューをクリックします。はい、コンティニューをクリックしましょう。こので、画こ面れにが出シるリアルです COM ね。なんとかがさっき見たのと同じか確認します。で、ここも一どう緒でせす大ね。丈夫なんだけど、念のため一緒で違しった。ていたらさっき見た番号に変えます。で、スタートを押すのか。大丈夫ならスタートをクリックします。スタート始まりました。なんか始まりました。パーセントが増えていくので見ていて安心ですね。どうせ100%になれば終わります。じゃあ、ちょっとこれで長止いめな。ましょうか。こっちもだいぶ、停止した。なんか途中でだいぶ60%ぐらいで固まってるっぽいですけど、私も同じ見要領なでかっ一たこ旦とにして放止置めしていて、たら放置して、100%ちょっまでと止進んめでいまました。す。今こんな感じで7%、30%ぐらいになりましたね。一旦ここで動画止めます。はい、私は引っかからず、割と60%も順調に来て、ここまで止まったりはせず、ずっと来ました。100%まで行って、
はい、今100%になって、まだ本体の表示は何も変わらないんですが、なんか時を刻んでいた画面が固まったような感じですかね。これで少し放置すると、今これと同じ状態になってますデモね。ウェイティングフォーバーニングって出たままだよ。うん、今これ、まさにこの状態ですよね。どうしよう。うん、これで放っとくのか。見なかったことにして放置したらバーンサクセスフリーって出ていました。M5 スタックへの書き込みは終わりです。うん。ああ、サクハラセハラスがし出まるしのた。か。ああ、出ました、出ました。M5 バーナーでバーンサクセスフリーって出たときに、うん。M5 スタックの画面はこうなって、ああ、画面、今変わって私ちょもっ同とじ待ようつに出と。てますね。スタックちゃんになります。スタックちゃんになるのかな。やったぜ。動画を撮り忘れたけど、スタックちゃんが起動したら SD カードは抜いてください。コネ SD クカードティにング入っってているてフなっァイルにはて、API キーとか無線お、 LAN のテザパリスングワードもうとまかのくい大っ切てまなす情ね。報が入っています。盗まれないように。テザリングもうまくいって、スタックちゃんになりました。映るかな？ちょっと散らかってますけど。と、外部カメラ。スタックちゃんになって、無事動いているみたいです。はい。一応、スタックちゃんの顔にはなりました。で、中身を読まれないようにしてね。先に言ってよって言われそうだけど、スタックちゃんが起動するときに重要な情報が画面に出ていました。 IP アドレスです。ああ、見てないこのな。先の作業で必要になります。はいはい。ここに表示されています。拡大しますね。この動画の場合は192.168、私の場合何番だっ1.13たかな？です。写真撮っときゃよかったね。メモを取っておきましょう。メモを取らないと忘れます。iPhone 側忘にれ出たてる場か合な？は電源をオフにして、もう一度電源オンにすれば、また表示されます。毎回変わったりするので気をつけてね。スタックちゃんと話をしましょう。ブラウザにメモをした IP アドレスを入力します。IP アドレスの後に概要欄にある呪文をコピペしてください。エンターキーを押すと返事をしてくれます。スタックちゃん本体からも音声で返事をしています。呪文ってどのことだ？このページを再読み込みしてみましょう。これか。さっきと同じ、あ、これがこん呪に文っちて言っはてるのか。と話しかけていますが、ここに出さってきるとんはですよ別ね、のちっ返事ちゃい。があります。同じ言葉でも聞くたびに違う答えがありますよ。別の話をしましょう。どんな話をしてもいいのですが、こんにちはを今日は暑いように変えてみます。ちょっと待ちましょう。気遣ってくれました。いろいろな話をしましょう。スタックちゃんは賢いので難しい質問にも答えてくれますよ。たくさん話しかけましょう。スタックちゃんに個性を持たせることもできます。今度は IP アドレスの後にスラッシュロールって入力します。ロール設定の画面が出ます。この画面でスタックちゃんの振る舞いを変えられます。今回はおじいさんにしてみましょう。画面のように入力してみました。サブミットをクリックしてください。よくわからないけど、さっき書いたのっぽい画面が出ました。設定できたみたいです。うん。この画辺面で、をさっきの、
この辺は結構大事なとこですね。スラッシュロールって入力します。シュロール、ここの、この辺に書いてあるんですね。話すのはこれでスラッシュロール。ちゃんの振る舞いを変えられます。今回はおじいさんにしてみましょう。画面のように入力してみました。うん、口調で話してください。サブミットをクリックしてください。よくわからないけど、さっき書いたのっぽい画面が出ました。設定できたみたいです。画面をさっきの今日は暑いよに戻してみて、もう一度話しかけてみましょう。再読み込みをしてみます。機嫌が悪いのか反応が遅かったです。はい、じゃあここまで見るために IP アドレス確認しなきゃいけないので、ちょっと再起動をしてみます。はい、ちょっと一回とも、一回このままでつないでみますか。再起動、ちょっと待ってくださいね。画面をちょっと撮影してみます。はい、では起動します。コネクティングで、うまく iPhone で撮影しているので、つながって、てくれるかな。撮影しながらじゃつながらないかな。ちょっと撮影中でまだコネクティングやってますね。インターネット共有でテザリング、テザリングがうまくいかないのか、今テザリングがうまくいったのかな。テザリングがうまくいかないのでコネクティングをクリック、あ、出ました、17220103ですね。はい、ということで、メモをし忘れてしまったので今の様子を見ながらつなぎ直すということになるのかもしれません。とちょっと今日はここまでにさせてもらって、もう一度再起動して IP アドレス等々をですねちゃんと取って、今日やってた通信の接続テスト的なものっていうのは明日、ちょうど今週の終わりなのでそれを試してみようかなと思います。はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは毎朝朝6時に、月火水は人工知能、木金土はメタバースをテーマに私が勉強している様子を公開しています。もしよかったらですね、チャンネル登録していただいて毎日毎朝お付き合いいただければと思います。今日もご視聴いただきありがとうございました。